四聖子は本来治水化風の自然を調和させ世界の秩序を維持する存在だ。お前たちはそんな四聖子が眠りについた理由を考えたことがあるか？さあね、興味ないわ。まさに貴様のような傲慢な存在こそが理由なのだ。四聖子の力、加護の力の源は純粋な人間たちの祈りだが、人々が汚れ祈りを忘れたせいで聖子たちは眠りについてしまった。人々の祈りが聖子の力、精霊と同じだ。カノ主が心を喰らうのも加護だっていうのか？第五の聖子カノ主は汚れごと人の心を喰らい尽くし無に返す役を担う。再び人に赤子のような清らかさをもたらし四聖子を復活させるためにな。心を無に返す？でもそれでは。そう、文明は滅び去る。汚れの拡大とカノ主による精神浄化は太古から幾度も繰り返されてきた。それが人間の文明が何度も栄えては滅んだ理由だが、これではいつまでたっても進化はない。故に我ら聖霊がカノ主の力を制御し人の心を未来へと導かねばならないのだ。なるほど、カノ主の制御のために作った術がカムイか。そしてカムイの構築にはジークフリートに使われている技術が必要じゃったんじゃな。だからアイフリードを巻き込んだのか。光があれば影があるようにどんなことにも犠牲は必要だ。我が身も同じ、人間の理想のための煮えだ。カムイ！させるか！違うぞアイゼン！言うたじゃろう、正面からはコント。チッ、一撃とはいかんか。ひねくれ者が誰に似た。マニラに覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイズトレスメイヘン。二の肩重ねかけろ。攻撃客ぬるいわ。
なぎのろしを上げろ。双剣客撃ち破りました。よく離れかねろ。レイズ撃ち誰も絶対レイドの檻にて絶命せよ。アブソリュートプリズン妨害を出せ。私を任せてください。重ねかねろ。影のリッチャー誰も来い。ルージック、クレイジック、制約で寿命を伸ばしておるんじゃよ、何百年もの。それが断りだっていうの？不自然な欲望でしょう。ふん、わしも何千回も同じことを言ったわ。わしなら自然のままに滅びるとな。だがあやつときたら断りを乱すのも人なら、超えるのも人。断りを超えて願いを思う理想こそ人の力だ。先代筆頭クローディンの言葉か。奇弁ね。そう思うなら実行してみせてやろう。今さら幻覚が通用すると。思ってはおらん。だが術を貯める時間は稼げた。火山を爆発させる気か。お前も死ぬぞ。最下の研修一味と相打ちなら上出来だ。それが断りだ。よくもクローディンの理想が。おじさんよ、まこと感情は厄介じゃの。やれ、ベルベット！言われなくても、四世子ども、最下の剣士が叩き起こせ！
なんだ今のは。目覚めたのだ、四聖主様が。我らはもはや何時らの道具ではない。何が起こったんだ。助かったわ、マギル。メルキオルに隙を作ってくれなかったら終わってた。わしはわしのケリをつけただけじゃよ。じゃが、感謝するなら物でおくれ。前言撤回。花を傷つけない制約だったの。いいや、あのクソジジイは草花が好きだったんじゃよ。生きている人間よりもずっとな。それだけのことじゃ。心は自由にならないのね、特等対魔師でも魔女でもの。生きるということはまっこと難儀じゃわ。四聖主は目覚めたのでしょうか。さてな。だがこれで起きない間抜けなら当てにしても無駄だ。その悪口聞かれたかもしれんぞ。カノヌシの領域が変化している。うん、4人とも起きたよ。カノヌシは地脈から押し出された。これで増幅されていた霊能力は低下し、多くの精霊の意志も解放されるじゃろう。タイマシどもの数は激減するはずじゃが。エレノア、お前まで戦えなくなってないだろうな。残念ながらまだ見えています。悪いゴーマも精霊も魔女も。わかるのね。感じるんだ。あいつの本体は地脈から出たよ。聖主の御座の上だ。同志アルトリウスもそこにいる。けどカノヌシは四聖主の力をすごい勢いで押し返そうとしてる。四聖主が押し負けたら今度こそ打つ手なしじゃ。まったりしとる時間はなさそうじゃぞ。行くわよ、決着をつけに。うん。探索船。キララウス火山も爆発せず、別の異変も起こっていないようです。ひとまずは安心ですね。メルキオルの言葉はハッタリだったのか。真実をもって迫るのがあのジジイの誠実なる脅しの手口じゃよ。四聖主の復活によってこの大地は目覚めた。これまで幾万年もの年月をかけて変動していた大地はこれからの数百年で大きく変わるだろう。数百年。いずれは火山も噴火するだろうが先の話だ。人間からしてみれば長い期間だけど、大地の歴史から見たらあっという間なんだろうね。じゃがカノヌシは沈めの聖主。あやつを殺せば何が起きてもおかしくはないぞえ。どうでもいいがの。よくないですよ。メルキオル強かったね。そうね、マギルーが隙を作ってくれなかったら勝負を番ごとひっくり返されてたわ。あの瞬間を逃さなかったお前も大したやつだ。あんた本当はとどめを刺したかったんじゃ。こだわるなら最初から一人で戦う。奴と戦う理由を持つ者が集まり戦った。好機が転がってきたのがお前の前だった。それだけのことだ。わかったわ。メルキオルが個人的な都合でアイフリードを陥れたなら、これで肩はついた。だが奴は、人の意志を踏み潰してでも汚れない世界を作ろうという断りのもとに動いていた。ならば、アイフリードの真の仇は、
聖領の掲げる断りそのものだ。アイゼンの敵討ちはまだ終わってないんだね。ああ、アルトリウスの首もカノヌシの首もお前たちがボケットしていれば俺が刈り取る。自分でとどめを刺したいなら俺を出し抜いてでも首を取りに行け。ええ、そうさせてもらうわ。僕は全力で戦う、それだけだよ。それでいい。これは実に純粋な邪水なんじゃがの。腹に溜め込んでおった魂を出してすっきりしたかい？その聞き方がムカつくんだけど。ベルベットの言いたいことわかります。お通じのことを聞かれているようで不愉快ですよね。その詳細説明いらないから。あ、ごめんなさい。まったく、何をカリカリしておるんじゃ。わしはただ腹は減らぬこと聞いておるだけじゃって。だったら最初からそう聞きなさいよ。どうなの、お腹減ってる？うん、そうね。言われてみれば空腹を感じるけど、魂を打ち出したこととは関係ない気がするわ。じゃあ何なんだ。カノヌシの沈めの力が弱まったことで食欲も活性化してるんじゃないの？おお、確かに俺も急に腹が減ってきた。僕もお腹が鳴りそう。実は私も先ほどから美味しいものばかり思い出してしまって。そもそもマギルーがこんな話を始めたのは自分の腹が減っているからじゃないのか？いやいや、わしはちっともそんなことないぞ。そうか、なら船に戻ったらマギルーに見張りを任せてみんなで飯にしよう。なら、キッシュとプディングを作るわ。私はペンギョントマトシチューを作ります。うわぁ、エルノア様の手料理楽しみです。早く船に戻ろう。まったく、飯ごときで盛り上がりよって。わしなど、わしはスイートボルシチカレギア風が食べたいんじゃ。なら後で桃を調達してきて。桃？カレギア風ボルシチにはデザートのピーチパイは欠かせないでしょ。